富、名声、力、この世のすべてを手に入れた男、海賊王ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か、欲しけりゃくれてやる。探せ、この世のすべてをそこに置いてきた。男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。ありきたりの夢をかき集め、探し物を探しに行くのさ。ワンピース、羅針盤なんて渋滞のもと、熱に浮かされ怪獣を飛ぶのさ。誇りかぶってた宝の地図も確かめたのなら伝説じゃない。個人的な話は誰かのファンボリズム乗っかって思い過ごせばいい。ありったけの夢をかき集め、受け継がれる意志、時代のうねり、人の夢、これらは止めることのできないものだ。人々が自由の答えを求める限り、それらは決してとどまることはない。世界はそうだ、自由を求め選ぶべき世界が目の前に広々と横たわっている。終わらぬ夢がお前たちの導き手ならば、越えてゆけ、己が信念の旗のもとに。僕は今探し始めた、水しぶき上げて世界への扉を開く合図。波間に揺れてる絶望を抜けて、水平線の向こう側、 yeah。
僕は今探し始めた水しぶき上げて果てしなく続く世界へ溢れ出す情熱を胸にどこまでも行くよまだ見ぬ光求め手にすんげえ宝があるって知ってるか。それを手に入れたやつが海賊王になれるんだ。ワクワクしねえか。聞いたこともねえ冒険が待ってるって言うんだぜ。